必ずやろう日本最高朝鯉かですこの動画を見て共感できるなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、えー、まず最初にですね1分半ほど使って告知をさせてください、えー、私が大変大切にしているイベントにダフドランクアカデミーフェスというのがありますドランクお酒を飲んで楽しみながらアカデミー知的な刺激を受けフェスお祭りのように楽しもうと、えー、こういうものになります 1>, 1人当たりの持ち時間が10分というです、ねまあ、限られた中で、まあ、十数人の出演者がです、ねまあ、次々こう出てくる連続セミナーみたいな感じになってるんですが、まあ、非常に明るくて楽しいイベントですでこういう楽しいイベントをです、ね、私は保守サイドでできるようにならないか、ねえー、そうするといわゆる保守派とは違う人たちまで,です、ね、この巻き込んでいく力になるんじゃないかということで、えー、私はとても大切にしています。 で、えー、この DAF がですね、まあ、次回は3月26日の12時半から東京は王子のイベント会場で行われます、えー、私も出演しますので、えー、よろしければぜひお越しくださいさて3月15日のデイリーニュースをお伝えします、えー、韓国にですね北朝鮮の工作がこう大きく浸透しているなんていうことは、まあ、言わずもがなという話でもあるんですけれども ユン・ソグル政権は、まあ、歴代のこの韓国政権とは違ってこの問題に対してそのこの真剣に取り組んでいるっていうのは私はね大きく評価したいところではあるんです。で韓国の労働組合の全国組織といえばですね えー、全国民主労働組合総連盟、えー、いわゆる民主労僧というものがあ,あったりすするんですねでこの民主労総というのは日本でいう連合これのような感じの組織だというふうに思えばいいわけなんですけれども、えー、この民主労総がですね北朝鮮の影響をものすごく強く受けているというのは まあこれはですね、事情を知っている人たちからすればまあ常識のようなものだけれども事情を知らない人たちからすればそんなの陰謀じゃんっていうこういう感じの話になっていたものなんですよ。 でユン・ソギョル大統領はここにですね真正面から切り込むということをやりこの民主労総の事務所あるいは関係者の自宅、えー、ここまでですねこの家宅捜索にこう入るということまでやってさまざまな資料をですねこう押収してきたということがあるわけなんですね。でこうした中で民主労総にですねこの北朝鮮からのこの指令文書がいろいろやってきていたんだなんてことまで明らかにしたわけなんです。 でこうした指令文書の中にはですね「日米韓軍事同盟解体!」とかあるいは「在韓米軍撤収闘争!」といった、まあ、こういうスローガンを掲げ反米デモを各地で展開していくえこういうものを支持するなんてことがあったりしたわけです。でまたこのユン・ソギョル政権自身のこの対人をですねこう先導するえこういうものもあったわけですね。 例えばなんですけど昨年10月なんですがソウル市の中心街にあるイテウォンっていうところで不幸なこの転落事故みたいなのがあってねみんながこう折り重なって、ねえー、非常にたくさんの方が亡くなるみたいなことがあった、えー、これはまだ記憶に新しいんではないかなと思います。 あの事件後もですね、このユン・ソギル政権の責任を追及するデモみたいなものが、まあ、開かれたわけで、この時にね、えー、国民が死んでゆくとか、大人が追悼だとか、これが国かといった反政府スローガンがですね、こうバンバン出されたと。で、あれでもってこう、ユン・ソギル政権を追い詰めようなんて動きが実際にあったわけなんですけれども、こうしたスローガンもですね、この北朝鮮が えこう工作としてですねこういうスローガンを使えということでもって指令が来たものでありねえー追悼ムードでとどめるんではなくてそれを反政府闘争に変えるべきなんだというまあこういう指令があったなんてこともですねえ今回まあ明らかにしてきたわけなんですね。で昨年秋に行われた貨物連帯のストライキっていうことがありましたがこの時も。 えー、労働組合側からこう寄せられてくる、まあ、ご無体なですね、要求というのがこうあったわけなんですけど、これをですね、拒絶する姿勢というものを、まあ、見せたわけなんですよね。で、これに対しても、すべての統一愛国勢力が連帯することで、大衆的怒りを誘発させろという、こういう指令が北朝鮮側からやってきていたわけなんです。まあ、ユンソギル政権はですね、 まあそんなことがあるとかないとかまあそういうことを掴んでいたわけではないでしょうけれどもね方針をを変えずに対決姿勢を貫いたわけなんですねでこのユン・ソギル政権のあり方をむしろ国民が支持するっていうことになってでこの民主労総側がですね敗北するという事態に陥ったというまあ歴史的な出来事も起こっているわけなんです。 で、えー、今回このスパイ防止当局が確保した押収物の中にはですね民主労働関係者が作成した北朝鮮に対する忠誠制約書、えー、これも多数含まれているんだそうですでこの忠誠制約文にはですねこの北朝鮮のいわゆるチュチェ思想ってやつですねあるいはキム・ジョンウンこれらを称えるような内容で,でこれらがですね 10月10日の朝鮮労働党の創建記念日とか2月16日のキム・ジョン書記ル元総書記の,です、ね、この誕生日とかこういう、まあ、北朝鮮がですねこの非常に重視する祝日これの前後で作成されていたということも報じられました。で北朝鮮はまたですね韓国ののスパイ防止当局による捜査というものを 公安による弾圧だとまあ、こういう位置づけにしてですね、ね、えー、そんな弾圧をするのはやばいよねっていう,うこう意識を焚きつけることによって、えー、韓国国民の怒りをこう誘発するようなまあ、そういう方向に動けという指示も出していたということが分かっています。でまあ中国にしろまあ、北朝鮮にしろですがまあ、こういう工作様々やってるっていうのはまあ疑うべくもないわけなんですよね。 でこれが韓国だけに仕掛けられたものではなくて当然ながらアメリカにも日本にもバンバン仕掛けられているというのはこんなの当たり前じゃないですかとまず見るべきだということになります。 で日本国内だけ見てもですねおかしな話いろいろありますよね盛りかけ騒動なんかもそうでしたが今の高市さんの話なんかもね理屈で考えれば随分おかしな話ってことになるわけです。ね、中川昭一財務大臣の明定会見なんていうのも、えー、記憶にありますよねそして中川大臣がなぜか自殺をするというこういうことにもなりました。 でこういう、まあ、政治家絡みのこういう話ばかりかというとそうでもないってところも私見ておくべきだと思うんですよ。ペジーーコンンピューティングっていうその,世界の最先端を走っっててていた日本ののスパコン企業の話って皆さん覚えてますかねグリーンコンピューティングなんて言われたりするわけですが消費電力をこの圧倒的に引き下げたこのスパコンの開発ということにおいて世界の最先端を走っていたというのが あーこのペジーコンンピューティングという会社なんですでこの会社の社長だった斎藤元明がですね、まあ、助成金詐欺でもってですねこの6億円多く受け取っていたということがバレてということでこれで逮捕されるという事件がありましたそして、えー、これに対して下された判決というのは懲役5年の実刑判決だったんですよまあ当然斎藤がやったことはいけないことではありますよ。ね しかしながら彼をこう捕まえてそしてここまでの厳罰に処すということをやったことによって日本のスパコン開発は大きなブレーキを踏まざるを得なくなったということもこれは私たちはちゃんと理解しておかないといけないわけなんです。あるいはですがウィニー事件これを覚えてらっしゃる方もいるかと思います。 ねえー、ファイル共有ソフトの w i n n というものを開発した天才プログラマーであるです、ね、金子勇氏がですねまあお互いねパソコン内の中に持っているものを、えー、その共有できるようにしましょうみたいな感じのことをやったソフトでまあそれがですねまあ確かに著作権侵害につながるということがあったというのはこれは事実ではあります。 しかしながらその技術はもっとこの幅広い応用につながっていくような可能性を持ったものだったりしたわけなんですが金子勇氏がこの逮捕される、えー、そして、えー、京都地裁においては有罪が言い渡されるこういう流れの中で、えー、こういう新しい、えー、従来の常識を超えたような そういうそのソフト開発これがですね日本の中にあっては危険視されてできなくなるというおぞましい結果を導いたわけなんですね金子勇氏はその後ですね大阪高裁と最高裁においては、まあ、無罪をね勝ち取ったということにはなりましたけれども逮捕から裁判が終わるまで8年以上もかかったわけなんです。 でこの間に金子氏によるソフト開発というものが大きく制約されたということだけじゃなくてですね,ね先ほども言いましたけれども、ね、ひょっとしたらこういう悪用っていうものも考えられるよねなんて思ったらもうソフト開発ができないというそんなバカなことになったがゆえにですね日本はこの IT の開発で大きくこう遅れていくこの原因にもなったっていうことがあるわけなんですねで証拠がね。 その具体的にあるかと言われたらないわけなんでこうした事件についてこの間違いなくスパイ工作があったに違いないなんていうことはまあとてもででははないけど断言はできませんしかしながらですよただでさえスパイに対してめちゃめちゃ甘い環境であるこの日本の中においてですよこれらのものが外国の謀略など一切なかったんだなんてまあこういうふうに断言することもまたおかしな話だと私は思うわけなんです。 でさて、えー、またですねこのお韓国の、えー、このユン・ソギョル大統領が彩行動摘発しているというこの話はまた私は、ね、別の側面から見ることもできるんじゃないかななんてね思っているわけなんです。で私は、まあ、この番組なんかを通じてですが日本政府あるいは岸田総理に対しですね従来の日本のその政治の常識化すると絶対に そんなことやっちゃダメでしょみたいなこういう話をやるべきだやるべきだやるべきだみたいな感じで提言してますよね。まあそれに対してですよお前は政治の現実を知らないど素人なんだとそんなの実際にできるわけないだろうとまあいうことでもってですねこの実現性みたいな観点からまあ疑問を呈せられる方がですね結構いるわけなんです。えー で前も言いましたけど私それ100も承知の上で話をしているわけなんですがここで考えてほしいのは本当に私ののの提言というのは非現実的ななかってことなんですよ韓国の歴代政権はですねこの民主労働の問題を腫れ物に触るような感じでもってあんまりこうね刺激しないように扱うということをやってきたわけなんです。 でそれはそういう問題に真正面から切り込みを入れるっていうのはあまりにも無謀すぎて非現実的だと、ね、そんな素人みたいなことを考えちゃダメなんだとまあ、そう言われてきたからなわけなんですよ。ところがユン・ソギョル大統領が本当にですねこの方向転換をやって真正面から切り込むこの姿勢を示したらですよ。 支持率ががと上がったんですよユン・ソギョル大統領はですね一時期24%ぐらいまで確か支持率が起こってたはずなんですが今それが4割前後のところまでで戻ってきてきるんですねこういうところから私たちは学べるんじゃないかというのがこれが私の言いたいことなんです。でさらにユン・ソギョル大統領は韓国の大統領としてはかなり大胆な動きにもつながることをやっているわけなんですね。 韓国の左翼っていうのはもう何でもかんでも日本叩きにつなげて何もって日本,日本が悪い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 っていうこういうことをやってきたわけですがこの左翼のあり方に疑問を向けてですね過去なんてこだわらないでそんなもんを克服してこれからの日本との間の未来の協力関係を築こうとそっちの方が正しいだろうっていう姿勢をあの韓国でですよ大胆にも打ち出しているわけなんですね。 でこれを産経新聞はですねユン大統領が反日利用する勢力との歴史戦に突入という、まあ、こういう表現で、えー、表しましたまあもっともですよユン・ソギョル大統領にしてもですね韓国の国内世論というものをある程度配慮しながら進めなければならないっていうところもありますから当然ながらいろんな制約もありますし私たち日本人の側からすればですねまだまだだということにもなるわけです。 それでもこの韓国の変化特に左派に対してこの正面から切り込んでいくこのユン大統領の姿勢というものに我々が学ぶものも大きいと言えるんじゃないかなんてね、えー、思っているところもあります。でそしてこの件に関連する形、ね、なんですけど現在進めているこの高市大臣の奮闘これに私は大いに期待してるんですね。高市大臣がこの戦いで勝利を収めるなんていうことになればなんですけど。 高市大臣の存在感は間違いななくく高くなりますよねでマスコミ立憲民主党霞が関これのおかしさっていうのも浮き彫りになるししかも彼らがですよ互いに連携しながら動いていたなんてこともですねこれは浮き彫りになってくるかもしれないわけなんです。 で高市大臣をですね絶対に勝たせないっていうために彼らは今後も総攻撃を仕掛けてくる手を緩めることなどないと私は思っていますがしかしそういう強烈な圧力に対して何が勝つ秘訣になるのかといったら正しいことを遠慮せずに発信し続けるつる、えー、されそうになったらなおさらもっと大きい声で言い続けるというこれが 勝利する道なんだということをですね、えー、今回ねぜひ証明してもらいたいと思っていますそしてこれが日本が変わる大きな道につながるんじゃないか、えー、そんな風に持っているわけなんですね、えー、ここで岸田総理に一言ここから学べや失礼いたしました、えー、次のニュースですシリコンバレーバンクの破綻、えー、これはですねグリーンビジネスにも非常に大きな影響を与えています こちらの画像はですねシリコンバレーバンクのウェブページにあったものなんですけれども私たたちちは前向きなな環境変化を作りり上げる人たちに貢献しまますすんててねね書いあよ再生可能エネルギーから農業分野でのこの技術革新に至るまで私たちは健康な地球に向かって進む人たちビジネスこういうものを支えていきますなんてねこんなことも書いてあるわけです。 まあここから想像がつくと思うんですがシリコンバレーバンクというのはバイデン政権のグリーン政策とですねこの非常に密接に手を携えてこういう意識高い系のビジネスをですね支えてきたという役割も果たしていたわけなんですね。でこの点を取り上げてフォックスニュースはですよ バイデンは意識高い系のシリコンバレーバンクを潰すわけにはいかないそんなことをすればグリーン路線を押し潰すことになるからだなんてねこんな報道をしています。えー、これって私ねあるる意味ちょっっと皮肉なななな話じゃいいかんななんて思って思たりするんですでシリコンバレーバンクはこのアメリカ全土においてのグリーン関連の債権これの蘇生にですね6割近く関わっていたなんていうことも分かっているわけなんですね。 でグリーンの観点、ESG の観点、こういうものから見ればですよ、当然ですね、シリコンバレーバンクは投資すべき対象だなんてね、えー、見なすのは当たり前だろうっていう、こういう感じになっていたわけなんです。で、えー、このシリコンバレーバンクとこのバイデン政権とのこの強い結びつき、えー、これもですね、えー、よく理解をされたうで、だからなおさら安排としてですね、ここは投資すべきだと、こういう話になっていたわけなんですよ。 それがですよまさに皮肉な形でもって破綻を迎え株価が急落するということでもってですね ESG 投資ファンドなんかがですね結構停滞打撃をこるということにつながったりしてるわけですでこの点をついてブルームバーグは「怠惰な ESG ファンドシリコンバレーバンク破綻で露呈915本がシリコンバレーバンクに投資」との見出しで報じています。 シリコンバレーバンクの破綻はですねもう ESG ってなんか言ってりゃみんな気持ちよくていいみたいなこういう風になっていたこの甘い幻想にですね冷や水をぶっかける役割を果たしたということは言えるでしょう。まあ、かといって ESG 投資の幻想みたいなものを、えー、しっかり認識してですね抜本的な見直しに行く。 えいうところまでは、まあ、まだまだ至らないというふうには思いますけれども、しかしながらなんですが、今回のこの破綻というのは、ESG の罠みたいなものをちゃんと気づかせたってところにはですね、意味があったというふうに見るべきだと私は思っています。でさて、シリコンバレーバンクに対する FRB の監督体制の検証を行うってことをですね、この FRB は発表しました。で、私はこの記事を見て、 ま正直唖然としたわけなんですよね FRB は自分たちが行ってきたこの激しい利上げこれによってシリコンバレーバンクなどですよ危ない金融機関が潜在的にはたくさん出てきてるであろうということに気づいてなかったんかいなというこういう話なわけなんです。いいいやこういうリスクについてはですよねえ えー、半年前にはすでに私だってこの指摘していたような話なわけなんですよ。そんな危機意識を持たずに利上げをバンバン続けてきたのっていうこういうことになるわけです。で以前にも、えー、私お話ししましたけれども、えー、米連邦預金保険公社 FDIC がですね、昨年末の段階でですよ、えー、このアメリカの銀行の債券ポートフォリオにですね、 6200億ドル。日本円で約84兆円。これだけの含み損があるということをすでに掴んでいたわけなんですよ。これを FRB がリスクとして認識していなかったということであれば、それこそヤバすぎるってことになりませんかってことなんです。 で実際今回ですねこの問題が表面化したのはシリコンバレーバンクだけではない、ね、他にも、まあ、シグニチャーバンクも含めいくつもあるということが分かってますよねでさてアメリカ経済は今回の事件をきっかけにですねリスクに対して鈍感なところからリスクに対して敏感なところに間違いなく切り替わったと見るべきです人々のその銀行に対する信頼感が低下したということだけではなくてですね 銀行のこの融資先に対する信頼感もまた低下しているっていうことになるでしょう。消費者金融に関してもですよ、借りたい個人への貸し出しっていうことに対して、やっぱりリスクに対して敏感になって引き下がっていくということが強まるのは避けられないってことになるわけです。 信用力が低くてですねもともと高い利回りの債券ハイイールド債と言われてるやつですねこういうものを発行して資金調達を行ってきた企業の新たな資金調達もの当然厳しくなりますハイイールド債の利回りをもっともっと上げなきゃいけないみたいなこういうことだって当然出てきますよねこのマインドの変化っていうのはですねアメリカ経済を間違いなく冷え込ます力に今後働いていくことになるわけなんです ところがですよ、ここまで来ても FRB が次回のこの決定会合においてですよ、利上げをするだろうという見通しは80%だというふうにエコノミストたちは見ているわけなんです。シリコンバレーバンクの破綻直後は50%まで落ちたんですが、結局 FRB の高橋市政に変化はないだろうと。 こういうふうに考えて、再び利上げ見通しが強くなっているという、こういう話なんですよ。いやー気が狂ってるとしか私には見えないんですけれども、ここで FRB に一言。過去データもいいけれど、未来がどうなりそうかも真面目に考えろよ失礼いたしました。 え今回はあ以上ねえ2つの話題に関して扱いましたえまた明日もよろしくお願いいたします必ずやろう日本最高朝霞豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます